はい、それではですね、今回は NBA2K19 やっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではね、早速始めていきましょう。本日はこちらの試合です。ニューヨークニックスとのゲームでございます。それでは早速いきましょう。さあ、ということで、前回ですね、連敗を止めて、また貯金が一つ増えたというところですね。今日もね、勝って、連勝をしたいと、思うんで、頑張っていきましょう。誰？初めて見る演出だこんなの隠していたのか。20何試合目、今日8試合目初めて見た演出ですね。さあ、では今日のスターティング5ですね。さあ、キーマッチアップ見てますね。まあ、成績見てもザブの方が圧倒的に上というような感じですね。さあ、それではいきましょう。ホームでのゲームなんでね、なかなか最近ホームで勝てていないんで、なんとかね、今日は勝ちたいですね。ボール負ける。さあ、ディフェンスからのスタート。いきなりスリーポイントだけど外れました。ラムも外れる。お互いスリー外してゲームスタート。わあ、いいディフェンスしてるわ。ナイスブロック。いや、最後決められるかいや、いいディフェンスだったんですけどね。セクストン、スリーは落ちる。決められる。いやー、そのまま落とす今日ちょっと入んないかもしれないな。リバウンド、OK。コーナーから OK、やっと入ったよ。スリーポイント。さあ、6対3。
オスマン、インサイド、よしよしよし、OK、 いいね。6対5、リバウンド、あー OK、 アッキー、リバウンド取れないか、あれ、いやースリーポイント決めてくる。セクストン、いやー決まんない。いやーフィードゴール25%、ひどいな、ちょっと立ち上がり、あーいやいやいや、きすぎきすぎ。さあパワーランキング12位ですね。ちょっと連敗が先週あったんで、4つ落ちてますね。いやーブロック、タイムアウトですね。いやーなかなかゴールが決まらず、未だに入ったシュート2本ということで、ね、10点差つけられてますね。15対5、いやー今日入んないな。ラブやっと入った3本目ですね。これでチーム3本目ですからね。残り1分35秒ちょっと詰めて1対1クォーター終えたいですね。
セクストン、オッケー、スリーですね。リバウンド、よし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 、オスマン、オッケー、スリーポイント、オスマン今日8点目ですね。リバウンド、オッケー、ナイス、あーい、残り30秒切ってます。リバウンド、もう一本、よしよしよし、ラブ、あー落ちちゃったこれ第1クォーター終了です。さあ17対15で2点ビハインドで第1クォーター終了してます。さあ第2クォーターいきましょう。なんとかね、一時10点差広がってましたが、なんとか2点差まで、巻き返したんで、こっからですね、セクストン、スリーに来るけど外れる。ラブ、強いな同点ですね。これでさあフィールドゴールも 44% まで、上がってきました。最初20何パーティーですかね。で逆にニックスの方がちょっと 30% 台に落ち込んできましたね。おう、セクストン、オッケー、しっかり決めてきます。フリースローですね。先ほど最初のフリースロさあ2本、ああ2本目決まらず。そ
そこでリバウンドちょっとかなり負けてますね。特にオフェンス1本まだ打ち取れてないんで、向こう5取ってますからね。いやちょっとインサイド向こうはかなり強いですね、このメンバーだと。ベンチメンバーだな、まだいけそうですけどもね。ミックスボール、さあ得点はね、リーグトップでございます。 88.0、 ダントツですね。ウォリアーズよりも高いんだうまいなタイムアウト。さあ25対20ですね。第2クォーターも残り5分24秒。ほらね、時間はありますんで。なんとか前半でね、同点ぐらいにはね、しておきたいですよね。OK。リバウンド、オッケーオッケー、コバ、いやーナイスエクストーンヒル、オッケー。いやー初めてのオフェンスリバウンド、いいですね。いやー完全にフリーでしたね。いやオッケーナイス。セクソン、よしよしよし、いやよく決めたね今。いや速攻だあとこれ3分ですね。ナンス落ちる。タイムアウト。いやなかなか点差がちょっとつまらないですね。5点差のままですね。いや落ちる。
ダメか。それにしても2バウンド全く勝てないね。のタイムアウトですね。残り1分22秒。あ、ナイスブロック。よいしょ、OK、スリーポイント。いや、今良かったね。ブロックからの速攻でフリーの選手スリーポイントで。リバウンド取りたいな。危ない。よしよしよし。スミス、よし、オッケー。3ポイント逆転、久しぶりのリードですね。初めてか、もしかして。残り15秒。時間いっぱいできますね。いやうまいな。さあ、これ第2クォーター終了ですね。前半終了してハーフタイムです。さあ、点差37-36の1点ビハインドですね。さあ、なんとか1点差まで詰めましたんで、後半逆転していきたいですね。最後の方はね、結構速攻でフリーを作ってスリーポイントっていう形がねできたんで、ね、よかったですね。さあ、ではハーフタイムショーいきましょう。第1クォーターからですね。いやー、まず最初はね、得点が入んなかった。フィンランディングからね弾かれてましたんで、なかなかね点が決まらず、10点差ね、いきなりつけられるという形でしたね。第2クォーターはその10点差をね、なんとか詰めていこうと、逆転勝利ということでしたが、まあ1点差までですということでしたね。ちょっとやっぱりリバウンドがね少ないですね。カンター1人で13リバウンドしてますから、ちょっとインサイドのねリバウンドが全く取れていないんで、ちょっとそこなんとかね勝ちたいですね後半。
さあでは第3クォーターですね。37対36、さあ今日は両チームとも、スローペースな、ね、展開となってますね。さあハーダウェイジュニア11ポイント前半で取ってますね。さあ後半スタート。インサイドフライ、いきなり得点にしまして逆転。さあインサイド、いやー決めてくるスリーポイント。ジェファーソン、トス。OK。オスワン、スリーポイント。大接戦に、ね、今日はなってますね。よし決まらない。あーいもったいないよ。ジェファーソン持っていって、よし OK。 さあこれフィードゴール 50% に上がってきましたね。あーっといただきました。 OK。 さあ2本スティールから得点決めて5点リードに変わってますね。セクストン、やーい綺麗にいったな、グリーンライト。さあ点差離れて6点。リバウンド、よしよしよし、ラブ、あーもったいない。はい奪い取る。クラークソン、よし OK、 スリーポイント。あファール、バスケットカウントですね。
決めてきますね。なあ、落ちる。いやー、そこのリバウンド取りたかったねー。はい、ラブが決めてくる。スリーポイント、点差9点差ですね。いやー、ドライブ、タイムアウト。さあ、残り3分10秒ですね。ラブ、いやー、ちょっと今日はね、ミドルからみんな入んないね。これ前ないか。ファル。ウィスはですね、さあ、アシスト数セクストントップなんですよね、過去30日1ヶ月間で。はい、いいですね。今日グリーンライトが多いな。2本目、いやー、2本目今日外すな。クラクソン、K コーナー、得意のコーナーですね、スリーポイント。さあ、残り58秒、ペイント内がね、ちょっとね、少ないのはまあいつも通りなんですけど、ここのね、2のポジションだよね。ここのポジションから今日は、あ、これ入ったけど全然入んないのよ、この
ペイント外の2ポイントのところ、おお強引に打ってくる。あ、3秒前あるでしょ。残り 19.5 秒ですね。これは多分時間いっぱい使って最後誰が打ってくるかですね。プレッシャーかけに行きます。よー、2番の OK、 よしよしよし。さあ第3クォーター終了しまして、51対60、さあ1点ビハインドで始まった第3クォーターですが、終了時には9点リードに変わってます。いや途中ね、スティールから3本ぐらいですね、いい感じに速攻で得点できたんで、そこでちょっとかなり流れをつかみましたね。さあ最終第4クォーターですね。アシストオブザゲーム、ヒルの3ポイントのところですね。さあそこ誰だったセクストンか、さすがですね。アシスト過去30日間トップ。さあ最後の8分間ですね、リードしてますんで、よし、よく奪い取りました。セクストン、いやー入ったか。ラブ、いいとこ。アニックスボール、惜しいな。いいカットだったんですけどね。さっきまで今後のスケジュール、再びバックスとのゲーム、そして76ers、ペイサーズ、ホーネッツとこの後戦っていきます。バックスとはね、前回この試合の前に1回戦ってそこで勝利してますんでね、もう一度再び対戦ですけど、ちょっと遠いかな、でも入るんだよさすがラブ、スリーポイント。さあペイサーズはですね、非常に強敵ですので、しかもね、同じリーグなんで、そこはちょっとしっかりとね、同リーグのね上位チームに圧倒的に弱いんだよねはい、あっさすがにダメでした、すいませんでした。帰ります、戻ってください。ナイスブロック、ラブ、ダンク、いいですね。ブロックして最後は自分で再びもらってシュート決める。いやー、これぞエースですね。さあニックスタイムアウト、点差14点に広がってます。いやー、ラブ第4クォーターラブ来てますね。スリーポイント決めて、ブロックして、ダンクして、いいですね。
さあ残り5分45秒、先はインサイド入れて落ちる。さあラブはねもう下がっております。ゴーバーさあディフェンス、いやいいですね、ヒルのディフェンス。最後は決められたがさあオスマン今日は11得点ですね。外からセクストン3ポイント70点目に突入しました。大体いつもねこの70点っていうのが大体第3クォーターあたりのね調子いい時の感じなんですよね。ちょっと今日はやっぱりロースコアのゲームになってますね。ナイスディアンド、コーバーガイス2ポイント。さあカウンターとトンプソンのマッチアップですね。 OK ナンスリバンド、コーバー3、さあ点差20点になりました。これ4分切ったところですね。強引に来るが外れる。ヒルも3、あ外れる。決めてくれる。フィールドゴール54バーまで上がってきましたね。いやー1クォーター始まった時で25バーとかだったんですけどねちなみに調子を上げてきてます。セクストン絶好調だな。3ポイントまた決める。さあ残り3分ですね。リバウンド、あーナンスリバウンドいいですね。トンプソン OK ナイス、綺麗にいきました。さあニックスタイムアウト、点差23点に広がっています。さあ残り時間2分34秒となってます。さあプレイヤーオブザゲームセクストンですね。今日はちょっと大暴れですよ。スリーポイントバンバン決まってる。してアシストもしっかり決めていきますからね。うわ綺麗に、いやいいですね、もう素晴らしい。リバウンド、オーラブ危ない。スリーポイントラブも決める。さすがエース。さらにこうね第4クォーターフリーで、ね、3ポイント打てるチャンス増えましたんで、そうするとかなり成功率は高くなりますね。わあうまいな今の。オスマン
リバウンド、トンプソン、OK。いやラブも、まあこうね、リズム良くなるとね、リバウンドも取れますね。すべていいことが。じゃあ時間ないところ、時間オーバーですね。ショットクロックバイオレーション、24秒以内にリングにボールが当たりませんでした。ラブファールをもらいましたね。バスケットカウント、トンプソンのリバウンドから最後ラブのダンク、そしてファールまでおまけ付きですね。さあ3ポイントプレー、決める。はい、残り1分切ってます。はい、点差もね27点と結構開いてきたんで、クラークソン、いやトンプソンのリバウンドすごいね。おお、決まらない。すぐす、はい、バックコート。違う、ファールだろ。いやー、ファールか。バックコートじゃなかったか。残り21秒ですね。あと1回シュート打てるかどうかな。あー外れる。はい、ラブ最後決めて、残り 8.8 秒、さあ90点に到達しました。さあここでゲーム終了です。第4クォーターも終わりまして、90対61、最後はね大差をつけて勝利となりました。いや第4クォーターというか第3クォーターからですよね、スティールを3本決めたところから一気にこう流れがね来て、第4クォーターはケビン・ラブ、セクストン、そしてトンプソンの、ね、リバウンド大暴れで、最終的にね29点差となって勝利ですね。さあこれで2連勝になりました。さあ次回ねまた、バックス戦ですので、前回ねやっぱり、アテトクンプに散々まあやられました。なんとね、逃げ切りましたけども、ちょっと次回もね頑張っていきましょう。さあではスタッツ見て本日もね終わりにしたいと思います。さあチームトップはケビン・ラブでした。26得点9リバウンド。いやー第4クォーター大爆発でしたね。そして次セクストンも20点超えました。21得点2リバウンド4アシスト、スリーポイント5本決めてますね今日ね、素晴らしい。そして次オスマン、クラークソンと、
ウッド、そしてコーバーとなっております。チーム見ていきましょう。まあ基本的なね、今日はどこでも勝ってますから、まあオフェンスリバウンドですねちょっとそこだけ負けてますね。ちょっとまあ前半なかなかリバウンドね取れなかったんで、ちょっとそこは頑張りましょう。ではまた、見に来てください。本日はこの辺で終わりにしたいと思います。よかったらですね、YouTube のチャンネル登録、Twitch や Twitter のフォローよろしくお願いいたします。ではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。